企業や社会インフラを支える大きなシステムから車や家電製品といった身近なものまで、さまざまな場面で使われているコンピューター。このコンピューターの発展の歴史が私たちの暮らしの発展につながったといっても過言ではない。そのコンピューターの開発が始まったのは1940年代にアメリカで膨大な弾道計算を行うのに必要とされたため、その後1969年のアポロ11号の月面着陸にもその技術が用いられた。日立はコンピューターの夜明けと言われた1950年代、送電線のたるみなどを計算するという、まさに社会を支えるためにコンピューター開発を始めた。1960年代に入ると日本の他社に先駆けて事業を本格化させていた。コンピューターの未来や可能性を信じる開発者たちの熱い思いに対してトップも強くサポートしたのである。当時の社長倉田は現場からコンピューター開発に関する稟議書を受け取った時、ようやくここまで来たかと喜んだという。日立は最先端で技術スピードが目覚ましいコンピューター事業を拡大させるため、有力な技術者を次々とスカウトしていき、日立には志の高い技術者が集まっていった。海外企業が世界のコンピューターをリードしている時代に、日立の技術者は単にコンピューターを作るだけでなく、社会の発展のため社会インフラの基盤を支えたいという思いを胸に、コンピューターやシステムの開発に取り組んだ。そのような中、日立は鉄道の座席予約システムの開発に参画した。当時の鉄道座席予約は熟練の係員が手作業で行っていて、繁忙期の列車のチケットの予約を取るために駅の窓口に長時間並ぶといったことが常態化していたのだ。この作業をコンピューター処理できるようにするという一大プロジェクトは試行錯誤の連続。しかし鉄道を利用する人々の利便性を向上するためにと、鉄道会社とともに難題に取り組み、度重なるトラブルを乗り越え、日本最初のオンラインシステムを実現した。日立はパソコン誕生以前の大型計算機の時代にコンピューター事業の社会的意義と将来性を予見して取り組んでいたのだ。